加藤大二郎。加藤大二郎。加藤だ。伊二郎。1976年7月4日から2003年4月20日は、埼玉県浦和市、原埼玉市出身のオートバイロードレースレーサー。血液型 A 型。愛称は、加藤くん、大ちゃん、大二郎くん、大二郎。以下、大二郎と表記する。3歳の誕生日に、両親から、 ポケットバイクをプレゼントされたことをきっかけに、5歳の時にポケバイで、レースに初出場。自宅近くのサーキット秋ヶ瀬に通うことになる。武田祐一、亀貝長澄、大二郎のいとこ、安倍則文といった後のロードレースライダーが秋ヶ瀬に、集っており、大春郎は彼らと競うことで腕を磨いていった。秋ヶ瀬のオーナーの息子であり、後のフォーミュラ日本チャンピオンとなる、元山明を、 兄のように慕っていた。11歳の時にミニバイクレースにステップアップ、連戦連勝を誇った。1992年にロードレースにデビューする。16歳になりバイクの免許とロードレースライセンスを取得。1993年に、九州、熊本のホンダ系名門チーム、チーム高武氏に加入。九州選手権の三クラス、GP250、GP125、 SP250 で出場したすべてのレースで優勝し、3クラスすべてでチャンピオンを獲得。関東選手権、鈴鹿選手権でも勝利を重ねた。チーム高武氏には先輩に、柳川明、宇川徹、同年代に、玉田誠、後輩に、中富真一、清成隆一がいる。当時高校生だった、大二郎は、レースの土に住んでいた埼玉と熊本を往復していた。 両親の方針もあって、レースがあるからといって、高校を休むことはなかったという。1994年、2階級の特別昇格により、国際 A 級ライセンスを取得する。チーム高武氏から全日本ロードレース選手権、GP250 クラスに、フル参戦。マシンは、ホンダ RS250R、転倒の相次ぐシーズンだったが、終盤の TI サーキット間で、 初優勝を遂げる。鈴鹿八体にも初参戦。辻本聡氏とのペアで挑むもリタイアに終わる。1995年、前年の活躍を受けて、HRC からワークスマシーン本大の SR250、片落ちを対応される。2勝を上げランキング5位。1996年には4勝で、ランキング2位。ロードレース世界選手権日本 GP。 鈴鹿にスポット参戦、3位に入る。1997年、ホンダワークスのカストロールホンダに加入、チャンピオン候補の筆頭となる。シーズン開幕前に交通事故にあった、大二郎は全日本開幕戦を欠場、スポット参戦予定の日本 GP への参戦も危ぶまれたが、大春郎は、欠場を促す意思を、絶対に勝つからと説得。 骨折を抱えた体で日本 GP に臨んだ。予選3位からスタートし、ホンダの先輩で GP レギュラーの宇川通る、1993年 GP250 クラス世界王者の原田哲也とトップ争いを繰り広げ、最終ラップの最終コーナーでトップに立ち、優勝。全日本でも8勝を挙げ、初の全日本チャンピオンに輝く。 チャンピオンとして臨んだ1998年、HRC が NSR250 をフルモデルチェンジ、熟成が進まず、大春郎のみならず、世界選手権でも、ホンダ GP250 勢は不振に陥った。その中でも日本 GP を、連覇、改めてその才能を世界にアピールするも、全日本では一生も上げることなく、ランキング8位に低迷してしまう。 前年の苦悩を繰り返す前と、1999年は NSR250 の開発に尽力した。ヤマハの松戸自家樹とのタイトル争い。後半戦に4連勝と巻き返したが、最終的に、松戸とポイント、勝利数、上位順位獲得回数デビ、レギュレーションによって、前年のランキングが上位だった松戸に、チャンピオンの座を奪われた。 2000年、イタリアのグレシーニレーシングに加入し、GP ライダーとして、ロードレース世界選手権、GP250 クラスに、フル参戦。第3戦日本 GP、鈴鹿で、浮川通る、中野真也との三つどもえを制して、シーズン初勝利、シーズン終盤にも3勝を挙げ、計4勝、ランキング3位。第15戦、パシフィック GP、モテギでは、 ヤマハの中野マヤとファステストラップの応酬による、イレベルなトップ争いを展開し優勝。この年の鈴鹿八代には、ウカワと組んで出場し、最多周回記録を更新しての初優勝。表彰台でウカワと共につなぎを脱いで、ファンにプレゼントした。GP2 年目の2001年、前年チャンピオンのオリビエ・ジャックをはじめ中野、ウカワらラ,ランキング上位のライダーが、GP500 にステップアップ。 GP250 は大二郎の独占場かと思われたが、前年まで GP500 に参戦していたアプリリアの原田哲也と一騎打ちとなる。開幕4連勝でダッシュをかけた大二郎に対し、原田は2位に入ることが多く、大春郎の落としたレースを拾ってなんとか食らいついている状態だった。徐々に2人のポイント差は広がり、第15戦マレーシア GP で大二郎は、 自身初の世界チャンピオンに輝く。最終戦利用 GP にも勝利し、GP250 クラスの年間最多勝記録に並ぶ11勝を挙げ、チャンピオン獲得に花を添えた。翌年、この功績を称え、文部科学省からスポーツ功労者検証が贈られた。2002年、最高峰クラスにステップアップ。最高峰クラスはこの年から、モートジッピークラスと、 名称が変わり、それまでの2ショートトン 500cc マシンに加え、4ショートトン 990cc マシンが参戦できるようになった。チャンピオン、バレンティーノ・ロッシの乗るホンダ RC211、ボルトなど4ショートトンマシンの多くは、大二郎の乗るホンダ NSR500 をはじめとする2、ショートトンマシンの能力を大きく上回り、ほとんどのレースにおいて2ショートトン税は、 優勝争いに加わることはなかった。スペイン GP では2ショートトン勢としてのシーズン、最上位体となる2位を獲得するなど活躍。第10戦チェコ GP から RC211V を供給されるに至る。チェコ GP でいきなり2位に入り、パシフィック GP ではポールポジションを獲得。モート GP クラス初優勝が期待されたがリタイア、それ以降も優勝できないままシーズンを終えた。 前年、体の小さい大春郎は大きくパワーのある、モートジッピーマシンを扱いきれなかったことから、2003年初優勝を、遂げるべく、オフシーズンに、肉体改造に取り組んだ。ウィンターテストにも、熱心に取り組み、王者ロッシから、最大のライバルとして、名前を挙げられた。各たる自信をつかめないままスタートした、シーズン開幕戦、日本 GP、鈴鹿。 予選は好調と言えない状態で11位。決勝では、まずまずのスタートを切り、4位争い集団につけた。3周目、130R の立ち上がりで、マシンが左右に激しく揺さぶられ、コントロールを失い、立て直そうと試みたもののその先の試験員のスポンジバリアに激突した。発生から激突までわずか2秒ほどであった。ヘリコプターで病院に搬送され、 意識不明の状態が2週間ほど続いたが、4月20日未明、脳幹拘束のため溶接する。26歳。2004年5月8日、イタリアミサノ市で、ミサノサーキットのメインゲートに通じる新しい道路が完成し、加藤大二郎を称えて、ビレイ大二郎、加藤、加藤大二郎通りと命名された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。